こんにちは、ようくん町ブラチャンネルです。本日は岐阜県第二の都会、そして奥深さ満載の都市である大垣駅周辺の散策でやっていきます。よろしくお願いします。さあ、何が奥深いのかはね、この動画を見たらよくその大垣の魅力がわかるようにしてますので、ぜひ最後までまったりとご視聴ください。大垣市、東日本にとってはあまり馴染みがないかもしれません。自分もこの撮影で初めて来ました。青春18切符でもね、スルーされやすそうな街。いやいや、この大垣を知らないのはね、マジでもったいないですよ。まずね、この大垣市の位置関係を伝えなくてはいけません。岐阜県西部の都市ですが、やっぱね、強みは名古屋に近いこと。電車で30分弱で着いてしまいます。ほら、朝の時間帯とかもね、ずらーっとひっきりなしに電車が来ますよ。なのでね、全然孤立した地方都市とかではありません。むしろ交通の便も良くてね、住みやすそうな街。ここに来たらそれをすごく肌で感じられます。それでは繁華街方面の南口は一回後回しにして、まずは北口の様子から少し見ていきましょう。正面には JR 東海が誇るベルマートキオスクが見えてます。ここのね、卵を挟んだおにぎりはね、ほんと絶品ですよ。そして曲がったところにはね、家紋入りのなんかコインロッカーが見えてます。そう、ここ大垣はね、誰もが学校で習ったことがある戦国時代の歴史とも深い関わりがあります。それは後にね、簡単に解説していきます。はい、それではね、気合を入れていきましょう。まずは北口の様子をお見せします。こちら側ですね。さあ、それでは北口の様子ですが、じゃーん、こんな感じ。駅前に郊外型大型商業施設があって、他はなんとね、でかいぞ。あちらアクアウォークっていう大型ショッピングモールが建ってます。で、こんな感じで駅から屋根付きのデッキが続いてます。多分大垣もね、雪が降ることがありそうだから、こんな設置なのかもしれません。で、先ほどと反対側はこんな感じ。中規模のマンション群が建ってますね。いやー、なんだろう、この街来た時ね、めっちゃ住みやすそうってね、なんかビビッときましたよ。結構皆さんも大垣のイメージがね、この辺りでも変わってきたのではないでしょうか。名古屋だけではなくて、県庁の岐阜市も約10分くらいのアクセスです。で、西日本の駅はね、なんか市街地と反対側の出口側に大型ショッピングモールがある印象です。滋賀の草津とか、あと岡山の倉敷もそうだったかな。少し天気が悪いのが残念。雨雲がね、だいぶ大きいです。この日は天気が悪くて風が強い。そう、この辺りはね、あの伊吹おろしが有名です。伊吹おろしってなんだって話ですけども、日本海からの風で、まずは滋賀県の米原付近で大雪となりますよね。その後、関ヶ原を越える辺りには乾いた風が冷たい風となって濃尾平野に吹き込むみたいです。まさにね、この濃尾平野に位置する大垣、それをね、肌で感じられるということですね。いやー、実に風情があります。まさにその伊吹おろしを体感しているこの日、撮影のしがいがあります。さあ、それではね、駅のコンコースに戻り、いよいよ南口へと向かっていきます。駅ビルはアスティというね、複合商業施設が入ってます。県庁じゃない都市でもね、なかなかの都会っぷりです。ここからがね、本番、大垣の街と奥深いポイントをいよいよ見ていきます。こちら大垣駅、結構でっかいぞ。なんか新幹線通ってますよっていうレベルですね。まあ、実際通ってないんですけど、約人口16万人の都市で、この規模はね、なかなかの大きさではないでしょうか。駅前のロータリーの様子はこんな感じ。おー、結構栄えてますよね。正直ね、失礼な話ですけど、ここまでの景観とはね、想像してなかったので、これはね、テンション上がりますね。綺麗なマンションも建てて、岐阜市も名古屋市も近い。いや、結論最高ではないでしょうか。イメージをつかんでもらったので、ここから街のポイントや魅力に切り替えていきます。まずは養老鉄道。そう、あの養老の滝付近を通る鉄道です。養老の滝って名前は有名すぎるけど、まさかね、岐阜県とはね、結構これは盲点でした。養老鉄道は三重県の桑名からここ大垣までを結んでます。今回は桑名から乗り通しましたけど、なかなかね、味のある路線でした。さあ、そんな大垣駅からいよいよ街ブラを開始していきます。
さあカメラをぐるーっと回して、ごめんね目回らないでね。では駅から南方向へと歩いていきます。まあ、大垣はねこの方向を歩けばまず間違いないと言われてるくらいに見どころがあります。まず最初に目についたのはこちら、うどんそばのさらしなさん。実はねこちら岐阜らしさが満載なメニューがありまして、そうこちら飛騨牛を扱ってるうどんそばがあるみたいです。価格もそこまで高くなくて一番人気って書いてありました。いや飛騨牛をねこんな簡単に味わえるっていうのはね実に素晴らしいものです。そしてこちら大垣の老舗和菓子店もあり、中でも金蝶園まんじゅうっていうのがね有名みたいですよ。ただのまんじゅうじゃなくて、あんを作る工程で大垣の地下水を利用してるみたいです。素人なんであんにまさかね水が関係するとは思わなかったです。そうこの町の奥深ポイントの一つに水がきれいな町ということが挙げられます。皆さん知ってましたか？駅前にも水の都らしい噴水がお出迎えしてます。いい感じです。実は前泊した大垣フォーラムホテル、結構駅から離れてるんですけど、このホテル付近にもほらこんな感じで湧き水が流れてるんですよ。しかもね透明度も高い。遠くから来た方とも出会い、水を汲んでる方もいましたよ。市内のいくつかの箇所で湧き水を目にすることができるみたいです。さあ盛り上がってきましたね大垣。結構皆さん意外というか魅力を感じませんか？駅前の通りもこんな感じでスクランブル交差点が設置されてます。今は平日の日中だから人が少ないけど、多分朝とか夕はね人通りも多いのではないでしょうか。立派なビルも建ってて、この辺りの雰囲気は結構都会に感じます。それではさらに駅から南方向へと進んでいきます。こちら側ですね。さあ通りの様子はこんな感じで、屋根付きのちょっとしたアーケード街となってます。反対側も同じような感じ。ちょっとね雨がちらついてるの分かりますか？この日天気がね不安定で、晴れなんだけど雪混じりの雨が降ったり、風が割と強くてね、これが伊吹おろしかと考えるとね、なかなか撮影のしがいがあります。すごいワクワクします。通りには居酒屋さん、飲食店系などが立ち並び、比較的元気な商店街、そのような気がします。ところどころチェーン店のお店もあれば、こんな感じで飛騨牛を扱う焼肉屋さんとかもあります。なんかこういうブランド牛って敷居の高い店にね行って食べるイメージがあったんですけど、いやここといい、さっきのお蕎麦屋さんといい、割とね気軽に入れそうなお店にも扱いがあるんですね。いやーこれは皆さんも大垣に来た時はね参考にしてみると良いのではないでしょうか。さあさらに進むと2つ目の交差点にぶつかります。少し落ち着いてきた感じはありますが、まだまだ屋根付きの商店街が奥に広がってます。しかしこの天気の悪さが逆に風情のある街を演出してていい感じです。で先ほどいたとこから道路を渡ってきました。この交差点には橋があって、下に水門川というのが流れてます。こちらの水門川を沿って歩くコースも大垣の観光案内に記されてましたよ。なんでも松尾芭蕉の俳句にも出てくるくらいで、普通の川沿いとはね一味違うんではないんでしょうか。さあそれではさらに商店街を南方向へと進んでいきましょう。なんかこの辺りからね結構渋さが増してきて、昔ながらのお店が少し増えてきました。なんかね雪かき用の用具とかも売られてますね。どうなんだろう、この辺りもやっぱね結構雪が降るんでしょうかね。名古屋と大阪の間にあって、東日本の方はあまりよく知らない方もいますが、結構ね雪が降るエリアが存在してます。冬の新幹線移動の時もね一つのアクセントになるほどです。さあまだまだね商店街が続いてます。意外とシャッター街っていうかね閉まってるお店が少なくて、結構地域密着型で元気になってるお店が多いです。反対側の道路もこの辺りで商店街も終わって、ちょうど郊外へ続く流れになるではないでしょうか。それにしてもねまた立派なオフィスビルも建ってて、人口約16万人の都市ではねなかなか活力のある街ではないでしょうか。まだ大垣には奥深いポイントが残されてますので、そのあたりも紹介していきます。さあちょっとねこのあたりで一回お茶にしますか。ということで
こちらのお店、さっきね話した金蝶園饅頭を扱ってるお店で、こちらでいただきます。さあ、こちらが岐阜の銘菓をちょっとマイチョイスで注文しました。寒い日のお茶はね、さらに最高です。で、こちらがね、金蝶園饅頭です。で、お隣が伊吹山。まさに伊吹おろしの原因になってる山だ。まあ、この3つを味わったからね、結構これはこれで満足です。伊吹おろしの中、ストーブのついたお店で伊吹山をいただく。いやー、最高ですねー。なんとも落ち着く和菓子店でした。ちなみにこの付近の左側には大垣の歓楽街エリアがあります。歓楽街の通りの一部の様子ですが、こんな感じ。今回はね、奥深さをテーマとした動画だから、ちょっと歓楽街は散策しなかったですけど、この雰囲気の様子だとなかなか栄えてる方ではないでしょうか。はい、それでは駅前から歩いてきて商店街を抜けた付近のところまでやってきました。ではね、今回大垣の大事な観光地へとちょっとね誘導していきます。はい、今来た道をちょっと引き返して商店街を曲がった先、そちらにはじゃじゃーん、お、なんかね、お城があるぞ。そう、こちら大垣城。こちらね、単なるお城じゃなくて、そう、もう歴史にも興味ない方でも絶対耳にしたことのある関ヶ原の戦いで、西軍石田三成の本拠地にもなったお城だとか。そう、だからね、駅のコインロッカーも将軍の名前が記載されてたんですね。え、規模はね、そこまで大きくはないけど、歴史的背景を考えるとね、なかなか見応えがあります。敷地内もコンパクト、これもね、これでいいですよね。はい、そしてこちら大垣城近くにある大垣公園、市民の憩いの場、なかなかいい感じだぞ。で、こちら大垣市役所。いやー、立派だな。まるでオフィスビルみたいです。市の財政も水の都だけにね、潤ってるのではないでしょうか。大垣、正直ね、ここまで整備されてる都市とは思わなかったです。さすが岐阜県では第二の都市というだけあります。ではね、市役所の脇を抜けて地図の示す通り、さらに南方向へと歩いていきます。カメラを回してこちら側ですね。実はこの先に大垣で最後に紹介したい奥深いポイントがあります。なんかね、ちょっとした住宅街に入りましたが、こんな感じで風情のある建物もあります。で、ここで注目。こちらの橋の下にさっき街中で流れてた水門川とぶつかりました。この川沿いをね、ちょっと歩いていきます。ここでいいものを発見しました。カメラを上げてちょっとねズームしますと、ほら、船がありますよ。あの船に乗るかは分かんないですがね、季節限定でなんと船に乗ることができるみたいです。いやー、味わい深い。桜の時期とか確か運行があって、ほんとくどいようですけどね、大垣、そして岐阜県っていうのはね、風情がありますよね。やっぱり水がね、通ってます。この伊吹おろしと水の音、最高ですね。さらに川沿いをまっすぐ歩いていきます。そうしますと大垣では絶対外せないスポットがこちら。こちら奥の細道結びの地記念館。なんと奥の細道のゴールがここ大垣だったんだって。木彫りの松尾芭蕉さん、マスクをしててね、凛々しい表情をしてます。エリア内もなかなか見応えのある建物が存在してます。館内にはお土産コーナーもあって、そう、ここでね、一泊した時にもらった3000クーポンを消費しようと思います。まずはビールと水の都を思いつつの湯葉、この組み合わせね、最高です。ここでいただきました。いや、実に美味しい。それとお土産レジ袋を合わせて買いまして3005円、実にお得な制度です。岐阜の美濃茶、これもね、なんか味わい深いですよね。お土産に買ってとても喜ばれました。とても嬉しかったです。どうでしたか、岐阜の大垣。意外と都会的でかつ奥深いところが満載の都市でしたよね。青春18切符の際もスルーしないでぜひ観光したりすることをおすすめします。以上、大垣駅周辺を散策する動画でお送りしました。
この動画が良かったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。